どうも、新宿アボイ金木です。伊沢です。新宿アボイの中年の主張でございます、ということでね、もう早いもんで7本目でございます。7本撮りの7本目。なんかいつもよりちょっと早く感じますね、私は。なんかまあもちろんね、だいたい10分前後で撮ってるから時間経過はいつもと一緒なんでしょうけど、もう7本目みたいな。乗ってるんじゃないですか。いや、やっぱりね、ちょっと熱くなった回が多かったです、この7本の間。はい、やっぱりね、ちょっとだいぶテンションが、今上がってる最中ですね。うお、すごい。でこのままこの後ラジオトークの方もおそらく撮るんで、もうやっぱりこのテンションラジオトークに持ってきますよ。冷や水ぶっかけていいですか。いやいや、このまま。じゃあそれやっぱ喋ってた内容が良かったってことですか。金の乗るような内容だったってことですか。乗るような内容というか、やっぱこう誰も聞いてはないにしろ、やっぱ喋ってる本人が乗ってるから。いや、もう乗ってる、乗った。いやー、熱くなったね。ちょっと暖房止めてくれる。質問の話かい。明るいね。いやー、そうっすか。まあまあ、まあなんかないっすか。え、あ、なんか。じゃあ私も今ちょっと喋り疲れちゃって。喋ってたかな。重いな。いやいや。ええ。特に？いや、まあ、まあまあ。なんかないんですか、この1週間仕事したこと。仕事？仕事でこんなことあったよ。近況報告みたいなの聞きたいよ、俺は。近況報告。いや、仕事でこんなんしたよ。何にもないんか。いや、競輪のあれは行きましたよ。競輪の配信のやつは。ティップスターってやつね。それなんか毎月やってるよね。毎月、そうですね、今月1回ぐらい行ってますね。そこでのなんか面白い、なんかこう熱くなったみたいな話とかもないですか。いや、なんかね、関谷、花いちごの関谷ね、男女コンビ、いつだか、いや、それでその時の会話で生配信でずっとやってるから、いやー、金京さんがなんかね、酔っ払って電話してきてね、どのこうのっていう話をしてて、で、ほーって、ああ昔あったかもなーなんて思ってたの。で、よく聞いてたら、それいつぐらいの話なって言ったら、いや、2、3週間前ですって言われて、こっち全く記憶なくて、電話したっていう記憶が、え、電話したのって、いや、電話したじゃないですかつって。で、ちょうどなんかね、ちょっと早くから飲んでたから、ライブの劇場にいたらしくて、あっちはライブ中に急に電話あって、ベロンベロンの酔っ払ったおじさんが会いたいよとかで言ってたらしくて、全く覚えない。そのティップさんの時にその話を聞いて、え、それ 2、3週間前の話ってなって、怖くなっちゃって、いや、あんまり記憶なくなるってなかったから今まで飲んでても。やっぱりね、この1年飲む量が本当減ってるから、たまに飲むと前の感覚で、ペースも前の感覚だから、もうね、おそらく酔いすぎちゃって電話したことすら覚えてなかったの。全く未だに思い出せない。電話した内容も覚えてないし、内容も全く覚えてない。着信とか、まあ、確認するよね。ああ、まあまあ、結果 してないけど、でもまあまあ電話してるからね、間違いなく。怖いなと思って。いや、だからもうちょっとお酒飲む飲み方というか、考えて飲まないと前の感覚で飲んだら記憶なくすんだと思って。もう次耳から飲むとかにしたらいいんじゃない。どういうこと、耳から飲むって。鼻、口から飲むと同じペースで飲んじゃうと記憶なくなるから、じゃあ今日は耳から飲んでみようとかさ。いやいや、俺鼻から飲んでみようと。いやいや、そういうことじゃん。 目から飲んでみようとか。そしたら飲まない、そんなんだったら。禁酒しな。禁酒。禁酒ね。いや、禁酒はまたちょっとあれだけど、まあ別に、まあ、禁酒するほどのあれだけど、でもこれせっかくだからさ、あの寅さんのとこ行ってさ、ね、やれば。ああ、はいはいはい、もう禁酒します、うん、だから仕事ください、うん、してきたら。あ、そう、うん、一緒に行く。あ、いいよ。伊沢さんもなんか、伊沢さんほらお酒もタバコもそうあれしないから。そうね、じゃあタバコやめますって言って。いやいやいや、やめるも何も、初めてねえだろって話。
ダメだよ、それ神様怒られるよ、お前始めてねえだろ。じゃあお笑いやめます、仕事くださいでしょ。いやいや、そのほんま意味が分かんない。そんなことされたらこっちはお笑いの仕事お願いしますって横でお笑いやめるんで仕事くださいってわけ分かんないよ、それは。それはダメだよ。毎日やっていた中年の主張やめます、仕事ください。いやいや、そんなのすぐやめれるから、やめよう思ったら。そういう話じゃないよね、これやめたら仕事来るっていう、そういうことじゃない。もう自分願掛けね、願掛けだから、自分のこの欲求を我慢するからっていう、欲求じゃないでしょ別に、うん、中年の主張は、うんうん、お菓子かな、お菓子、お菓子を一切食べない。あ、いやもう無理だね、スナック菓子食っちゃうもん俺、せんべいとかジュースも飲んじゃうし。ああ、じゃあでもそれだよ、だそういうことなんだよね、そういうこと、そういうこと、歯磨かないとかでしょ。いや、そうそうそう、欲求じゃないでしょ。歯ボロボロない。もう今後一切歯を磨かないんで仕事ください。食レポの仕事が欲しいです。歯がボロボロ。叶った時には歯がないんでしょ。ああ、そう難しいよね。そうなるとね。そう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 。結構やっぱリスク必要ってことだよね。うん、そのぐらいの覚悟で仕事に励みなさいよってことなんだよね。うん、だお酒タバコは分かりやすくさ、嗜好品みたいなことだから、そんなんだってすぐやめれるのって俺なんか思っちゃう、思っちゃうけど、ほらなかなかさ、いやお酒もだからね、さっき危ないから飲み方変えようと思って、うん、禁酒、いや禁酒するのはあれかなと思って、なんで、いやほらたまには飲みたくなるから、ただ飲む時の量だけは減らそうと思って。禁酒したらもう、禁酒ね、せっかくだしもう体のこともあるからさ、いやまあね、禁酒したら、いやそんな人に迷惑かけてんだから、いや迷惑っていうか、いやそんな、そんなもんはだってさ、まだ席屋だったからいいけどさ、うん、いや それこそさ、わーって道で歩いてさ、うん、普通に歩いてる女の人にうわーって抱きつく可能性だったんだから、そうそうそう、だからそれが怖いと思ったの、それ聞いた時に。だからよくお酒で覚えてませんって、うん、ほらニュースとか見てたらさ、うん、酔ってて覚えてません、と昔は、うん、何も飲んでもある程度記憶あったから、うんうん、いやさすがに記憶なくなるってどういうことなんだって、うん、覚えてます、そんなわけないだろ、そんな言い訳してるだけだろって、うんうん、毎回思ったけど、うん、実際本当に記憶なくす回数がちょっと多いと、うん、ありえるわと思って、うん、怖くなっちゃって帰る電車の中でさ、ケツ去りまくってさ、もみ出したらさ、こっちはもう酔っ払ってるか覚えてないのよ。笑ってしょ、ガハハガハハハハつって。そう、柔らかいですよねとかで。もう男女構わず、ガハハとかって。怖いよ、でも。それ、次の日の朝さ、どこか検察署かなんかにいて起こされて、え、何ですかこれはつって言われても覚えてない可能性ある、怖いよ、だから。だからもうちょっと本当に気をつけないとと思って。いや、じゃあ禁酒だな。いや禁酒までのね、飲む量を別にちょっとにしとけば、かたくなに禁酒しない。いやいやいや、禁酒は別にしてもいいっちゃい、禁酒すりゃいいじゃん、ノンアルコールだったらいいだろ、飲みたい時は。そうそう、あ、まあそれでもだからそれこそね、その1年前の緊急事態の時って別にお酒別にと思ったから、うん、あれを買ったの、なんだっけ、ノンアルコールビール、うん、あれもう1ケースとか、うんうん、だから風呂上がりとかさ、うん、それ飲んだんだけど、うん、なんかお、これでいいじゃんっていう感じだったね、うんうん、でそっからちょっとリモート飲みみたいなが始まると、うんうん、やっぱり飲むのは飲むでいいなってことになってさ、やっぱりさ、飲みすぎるって、飲んでないから飲みすぎると前の感覚で飲んでたらなんか酔いも早いし、うん、いやこれはじゃあ禁酒すりゃいいんじゃない。いや禁酒はちょっとね本当に固くな、いやいや、だって やだ お菓子やめて、だって俺お菓子食いすぎて、だって人のケツ触るようなことないもん俺。いやそれわかんない、人に迷惑かけたことないよ俺、お菓子食いすぎて。いやわかんない、お菓子食べすぎて。金京さんは酒飲みすぎて人に迷惑かけてるわけだから。いや迷惑っていうか、いやその変なことは言ってなかったらしいんだけどね。困ったと思うよ、ライブ中にライブ中で先輩から電話かかってきてさ何の用だろうと思ってさ出たらさ、えへへ、会いたいですなとかって言われても怖い。やいやいや、そう申し訳ないと思って、いや怖いと思うよ、もう怖い思いしたと思うよそれ。いやもうちょっと気をつけないと、うん、いや本当に、いや迷惑かかるなと思って。ほら普通の電話でもいいんだけどさ、普通に電話でもね、うん、なんかほら酔っ払って電話しちゃうとかさ、うん、
何してんのとかさ、うん、電話解約したら、いやいや電話解約したら連絡取れないじゃん普通の連絡も取れない、電話番号捨てたらいいんじゃない、いやいやいや電話番号捨てるんで仕事くださいってお願いしに行くの、うんうんうん、で仕事をあげたいけど電話番号ないから、いやメールとかあるじゃん、あメールね、あそういうことか、電話をしないってこと、電話しない、あいやそれはわけわかんないよ、なんで電話伊沢さんと連絡取れない、まあ、メールでできるメールできるじゃん、別に LINE だってできるわけじゃん、いやもう声も聞きたいでしょ、聞きたくねえよね気持ち悪いないやまあちょっと気をつけないとなと思った、それは本当にもう何だったら今も思ってる、うん、もうだから3日4日前ぐらいにさそれを聞いて、もうそっからずっといや危ないな危ない、じゃあまあもうだから気をつけてください、はい気をつけます、はい、まあ伊沢さんと飲みに行くことはないからね、そうだね、まあいいんだけど、うんまあ、酔っ払ってね記憶なくして事件起こされたらちょっとね、そうですね、まあ笑っちゃうかもしれませんけど私もいやいやまあまあそうですね、今日お酒飲みすぎは気をつけましょう、はい、はい、ありがとうございました。